仏説魔漢にゃあらみた神妙漢字財宝作業人案にゃあらみた辞書剣豪運海空洞一切空役者理士式不意空空意式式即税空空即税式重創業式学部尿税者理士税商空創雨商雨滅空上雨増雨減税航空重無式無重創業式無限に微絶身に無式証拠未速法無限界内し無意識界無無妙薬無無妙人内し無老死薬無老死人無空重滅動無知薬無徳異無症等高校大サッタエハンニャアラミタコシンムケゲムケゲコムクオンニー最善の無足去年安三世勝負勢ハンニャアラミタコ毒アノクタラ三脈三膨大高知アンニャアラミタ勢大臣修勢大名修勢無常修勢無等等修能上一切空真実風光高説アンニャアラミタ収束絶収圧ギャーテギャーテアラギャーテアラソギャーテボジーソアカハンニャ神妙2016年1月28日1月もあと3日ほどで終わりですね。寒くなったり暑くなったりしていますが、暑くはないか、暖かくなったりしていますが、体調など崩されてはおりませんでしょうか。ただいまネトラジ、ツイキャス FC2 で配信を行っています。高野くんカフェ中の人です。さて、新しい年にも慣れてきた。2016年って間違えずに言えるようになってきた。まあそんな感じで、今日は図書館に行って、論語詩中を借りてきました。論語ですね、まあ素読をするっていう感じで、深く内容は突っ込まずに素読をするって感じで詩書を読んでいましたけれども、論語がどうしても触手が動かなくて途中までになっちゃうんですよね。なのでちょっと時間を見つけてですね、来週ぐらいサクッとですね全部読もうかなと思います。その後はですね、朱子の論語詩中をゆっくり通読をできたらいいななんていうふうに考えています。この時間はね、仏典関係のものを読もうと思います。リクエストによって返上法規少量集、弘法大師の個人の文集ですね、こちらを読んでいきます。なんか文集っていうと卒業文集みたいな感じがしますけれども、さて、定本は菊間書房弘法大師空海全集第6巻返上法規少量集牧野第1本日はですね、山中に何の楽しみかある、ここから読んでいきます。原文、山中に何の楽しみかある、ついに四角長く帰るを忘る。現代語訳、山中にどんな山の中にですね、どんな楽しみがあって、そのままこんなに長く帰ることを忘れているのか。原文、一つの飛天百能の衣、雨に潤い雲に潤うて塵と共に飛ぶ。現代語訳、一冊の秘密の経典と綴り合わせの衣、雨に濡れ雲に湿って砂塵と一緒に飛ばされ。原文、いたずらに飢えいたずらに死し、何の益かある、いずれの死もこのことをもってひなりとなさん。
現代語訳。いたずらに飢え、いたずらに死んで、何の益があるのか。どんな死もこのことを間違いだとするだろうに。原文、君水や、君聞かずや、摩訶の呪部は、釈迦の虚。シナの大獄は、万寿のいおりなりと。現代語訳、あなたはご覧にならないの、ごめんなさい、あ、いいのか。あなたはご覧にならないのですか。あなたはお聞きにならないのですか。マガダ国の呪部、これはですね、マガダ国はインドにですね、マガダ国という国があったんですね。中インドでですね、非常に栄えた国、大社城があったところですね。で、呪部っていうのは、鷲の峰と書きますが、鷲の形をした峰があってですね、そこで、法華経なんかが説かれた、龍樹山ですね。日本でもお寺の名前で、龍樹山っていうような名前があったりしますけどね。はい、赤科さん、こんばんは。お布施ありがとうございます。1万円金貨。天皇即位記念平成元年、あれ金貨って1万円でした？10万円じゃなかったでしたっけ？銀貨が5万円だったような気がしますけど、それはまた別のやつでしたっけ？なんかいろんな記念コインが発行されてますから分かんないですよね。なんか私も引っ越しをした時に、そういうのがなんか自分で持ってたコレクションがわっと出てきたことがありましたね。サルちゃん、こんばんは。いらっしゃいませ。ただいまはですね、空海の少量集の一巻、今日一巻の残りが全部読めればいいですけど、ちょっと無理かもわかりませんね。鐘の音はですね、高野山の鐘の音を聞きながらですね。さて、そのマガダ国の呪部線はですね、釈迦が住まわれたところである。シナの五大山は、文殊菩薩のいおりのあったところである。原文、我は即悪修善の人と名付け、北海を家となして、恩に報ずる品なり。いいですね。現代語訳、私は悪を消し、善を治める人、つまり修行者と称されて、宇宙を、家として、ご恩に報いる都である。学徒とかの都ですね。これ実際はですね、品という字を書いておりまして、賓客とかの品ですね。あ、サルちゃん。何？赤科さん、送ってから気がついた。あ、やっぱり10万円でした。1万円で金貨っていうのはね、金貨ってもっとずっと価値があると思うのでね。結構、最近驚いたのがですね、何でしたっけ、古本屋さん、コミックスなんか売ってるような古本屋さんありますよね。全国展開してるような、ああいうところでもコインって売ってんですね。まあ古物商だから確かに売ってるんでしょうけどね。ちょっとした古銭みたいのまで売っててびっくりしましたね。サルちゃん、少量集買ってきました。でも実感もないやつだけど。ですね、少量集が10巻あるんだって。それをね、実際の本に収録をするときにね、別に10巻にはなってないと思うんですよ。一冊にまとめれるならまとめると思いますしね。ちなみに私が、持っておりますのは多分、ちくまの全集だと弘法大師空海全集の6巻と7巻ぐらいに入っているんじゃないかと思います。ちょっと後で見てみますね。それでですね、この少量集自体はほら昔はね、巻物ですから、本というのはね、巻物、あるいは折りたたんである本
ね、手帳とかいろんなスタイルの本があって、今みたいに薄い紙に両面印刷なんかできませんから、筆で書いてたわけですからね、この頃はね。そうするとね、やっぱり一冊の厚みの中にその情報量としては少ないですよね。はい、一文字さん、こんばんは。そっとゆべし。本当だ、今日はゆべしだ。その絵は。ゆべし。ゆべしって、実際は本当にゆずなんですよね。ゆずの本物のゆべしを食べたことがあるんですけど、高野山にいた頃に。子供の頃、子供っていうか若い頃だったので、あまり美味しいとは思わなかったんですけど、すごく薄くね、こう切って食べるときっと美味しいんでしょうね。さてさて、続きいきます。束縛修繕の人。よいしょ、ちょっと待ってね。このマイクの位置が悪いな。束縛修繕。悪を止めて善を修する、これがですね、沙門、要するに修行者という意味なんだそうです。なかなかいいですね。束縛修繕、なるほど、こういうふうにありたいですね。さてさて、続きでございます。なに、猿ちゃん、底辺に小と書いてあるやつです。読めない。あ、それは小というふうに読みます。小。底辺に小。少ないで小ですね。さて続き。天子は頭を剃ってブッダに言辞。野生は愛を避けて農人に応ず。現代語訳。天子様には頭を剃ってブッダに献上してくださり、父母は愛情を殺して釈尊に捧げてくださった。ああ、なるほどね。私が読んでいるものはこれ以上の訳はついてないんですけれども、まあ、昔はお坊さんになるのって自分がなりたいよって言ってなれるものじゃなくてですね、国家の許しを得て国家公務員だったので、国がね、そういうふうにお坊さんにしてくれるわけなので、まあ、天子によって、天皇様によってそのお坊さんにしていただいたと。それでブッダにお仕えをしろというふうにですね、そういうふうに許可をくださったということを、あとはそうですね、お父さんお母さんがですね、やっぱりその出家なんかしてほしくないわけですね。やっぱり昔も今もそうだ。今はまあ、お寺の子はね、お寺の職業選択の自由はありませんけどね。普通はね、普通に結婚して子供、孫の顔でも見せてちょうだいよっていうのが普通ですから、その愛情を殺してですね、釈尊に捧げてくれたと、こういうわけでしょうね。そうですね、我々もですね、得度をするときって父母の許可がいるんですよ、その人が何歳であっても。一応うちの中の話ですけどね、その得度をするときの、申請書みたいなのに父母の許可をもらう欄があるんですよ。ところがですね、まあ、そのお坊さんになってからいろんな書類を申請書出すときはいらないんですよ。家を出ちゃったから。なるほど、これが出家っていうことなのかと思いましたね。今何章かというと、今ね、第1巻の山中に何の楽しみかあるという、ここを読んでおります。続きいきますね。原文。やもなく国もなく、境俗を離れ、死にあらず、真にあらず、月として貧に休んず。現代語訳。家もなく国もなく、故郷の縁者のもとを去り、子でもなく、親でもなく、ただ一人で貧に休んずる身である。こういう詩を読んでおります。30章しかない。ん？
ちょっと正立てはそれはもしかしたら変者の人が勝手にしたものなんじゃないですか？なんていう誰が編集したものなんでしょう。さて、続きいきますね。原文、寒水一杯、明日に命を支え、三下一円、夕べに神を、神を養う。ですね、そうすると明日に命を、名を支えと読んだ方がいいですね。寒水一杯、明日に名を支え、三下一円、夕べに神を養う。現代語訳、吊り下がったかずらや細い草は身を覆うのに十分である。ごめんなさい、ちょっとずれちゃった。 ですね、こう訳文と本文がですね、一行にこううまく対応してなくてずれてるのでね、まあ仕方ないんでしょうけどね。今のところの訳は、谷川の水一杯で、朝はですね、命をつないで、山下山の霞ですね、これをひと飲みして、夕べに精神を養う。美しいですね。はい、サルちゃん、加藤誠一役、角川ソフィア文庫。なるほど、加藤先生のものですね。角川ソフィア文庫は多分ダイジェストじゃないですか。ビギナーズっていうやつでしょ。初心者向けに、いいところをちょっとピックアップしてですね、いるものだと思います。私、それは残念ながら持っていないんですけど、今、角川さんも頑張ってそういうの出してますよね。わりかしね、その入門としてはね、私、角川さんいいと思います。それね、結構好きですよ。この小領集に関しては持ってないですけれども、秋ぐらいに読ませていただいた「三国志記」とか、あとは「秘蔵邦訳」はソフィア文庫のものを読ませていただいております。あとはそうですね、「万葉集」もダイジェストで読むときは、あと「古今集」とかソフィア文庫のやつを読ませていただいております。さて、続き。原文、賢羅齊宗太を追うに耐え、敬意賛否、これ我が師とねなり。猿ちゃん、山中に何の楽しみがある、それです。はい、現代語訳、吊り下がったかずらや細い草は身を覆うのに十分である。茨の葉や杉の皮は私の敷物である。原文、ういの天候、困惑たれ、竜王、徳心にして白鳥貫。現代語訳、竜神は真心があって白い帳、すなわち雨のことですね。白い帳を連ねてくれる。ごめんなさい、一行抜けました。情けある上天は紺碧の幕を垂れたまい。竜神は真心があって白い帳を連ねてくれる。原文、山鳥時に来たりて歌いて一掃し、三円軽く跳ねて義は林に絶す。現代語訳、山の鳥は時折やってきて歌を歌い、山の猿は軽やかに飛び跳ね、その技は絶品である。なかなかその山の暮らしを楽しんでいる様子ですね。山の猿だって。 サルちゃん、これこの本では第一章だよ。そうですね、このどうも詩がね、かなり有名みたいですね。私、残念ながらあまり詩文の方は詳しくないというか全く知らなくてですね、今回もこれ初めて目を通させていただいているのが多いですけどね。いつもは実感上しか読まないのでね。猿 ですね、なかなかこの生き生きとした文章だなと思いますけれども、そうですね、今高野山に猿がいるんでしょうかね。私が住んでいる時は野ウサギとかは見ましたけど、猿はどうかな。比叡山なんかはね、猿いっぱいいますけどね。なのでね、お山のいろんな、まあ、お寺ありますけれども、猿に気をつけてくださいなんて看板が出てるような
山寺っていくつかありますけど、うちには出てませんでしたからね。うちにはとか言っちゃうし。続き、原文。春夏秋菊、笑って、我に向かい、行月、調布、常人をあろう。現代の訳、春の花、秋の菊は、私に向かって笑いかけ、明け方の月、朝の風は、俗念を洗い去る。いやー、美しいですね。続き、一心の三密は、人的に過ぎ、十方北海の心に無言す。現代語訳、一心に備わる肉体、言葉、精神の働きは、塵や水滴以上の普遍性を持ち、全宇宙を支配する仏に身を捧げている。原文、一編の講演、今日一句、菩提の名家、もって陰となす。現代語訳、一筋のお香の煙と、一口口ずさむお経、悟りという素晴らしい結果は、それによってもたらされる。ああ、なるほどね。たった一辺のですね、たった、お線香をね、ちょっとだけ立てて、ふっと煙が立ち上る。あるいはね、お経なんて唱えようと思っても分かんないとかですね、難しいとか時間がないっていう必要はなくてですね、本当にちょっとした一口の口ずさむだけでいいというわけですね。確かに全宇宙大宇宙っていう、そういう、大きなスケールで見た時に、私たちがたとえどんなに一生懸命たくさん唱えようと、それちっぽけなものでしかないですよね。そう思ったら、たとえ一言でも真心込めて唱えるっていうのがいいのかもしれないですね。さあ、続き、原文。時景一菊三一句、図面一来して単身に報ず。現代語訳、季節の花一握り。三一句、頭を地につけて一来して天使様に感謝をする。単身ですが、単はですね、二名人の二ですね。単調ずるの単ですね。赤いわけですね。心、これはですね、うかむりに立つですね。朱塗りの宮殿ということなので、天皇陛下のお住まいということになるんでしょうか。続き、原文。八部侃侃として発水に潤い、師匠年々におのおの真の称す。現代語訳、8種類の守護神というのは、仏法守護の、8種類のですね、生き物たちがいるんですね。天竜夜叉玄奪馬阿修羅カールラ金ナーラ孫羅か、こいつらですね。こいつらとか言ってるし、この8種類の、生き物、守護神たちは、うやうやしい態度で仏徳に潤い、生きとし生けるものは、一年一年のうちにそれぞれ真実を証明する。四章四つの章生まれというのはですね、四つの生まれ方をする生き物っていうのが全ての生き物なんですね。全ての生き物を生まれ方によって四つに分けるんですね。すなわち、お母さんのお腹から生まれる胎生、それから、卵から生まれる卵巣、それから湿生は湿ったところから湧いて出るんだそうです。実際にはね、虫とかは卵から生まれるわけですけど、昔はね、そういうふうに思ってたんですね。それから化粧はですね、何もないところから因縁によってポコンと生まれるんですね。神様たちはそうらしいです。
サルちゃん、知恵胡椒の椒かな、さっきの。そうですね、その通りです。続き、原文。江藤を希釈して全遊なく、地下わずかに放って灰とどまらず。現代語訳、英知の火を少し放つと灰も残らない。ん、ちょっと待った。一個抜けた。知恵の刀を振るって、切り裂けば全てが料理されてしまう。知恵の火を少し放つと灰も残らない。いいですね。続き、原文。不滅不生にして三毫を超え、島百匹売れ売るに足らず。現代語訳、生死の対立を離れ、三つの迷いを超越し、四つの魔物というのは、煩悩魔、業恩魔、死魔、天魔という、修行の妨げとなる四種類の魔物がいるというんですね。それらも無数の生下、障害、妨げるものも心配する必要はありません。原文、大虚霊覚として円光をあまねし、弱膜無為にして楽しきや否や。現代語訳、対空は伽藍として、ブッダの放つ光はあまねく輝き、ひっそりとして作為のない生き方は楽しいではないか。以上、山中に何の楽しみかある。終わります。サルちゃん、アシュラカルラ観音経にもあるね。そうです、そうです。それそれ、その人たち。なかなか美しい山の中の楽しみ方ですね。さて、赤文字がつきましたが、皆様から寄せられたお布施をもとに、このまま運営をされていこうと思います。さて、続き、次、先に行かせていただきますね。次は、いたずらに玉を抱くというものを読ませていただきます。原文、問うし玉を抱くも開くことを我縁ぜず、一人深山に行きて人の笑いを取る。現代語訳、お尋ねいたします。先生には玉のような知識を抱かれながら、教え導くことを承知なされず、ただ一人深山に赴いて人から嘲笑されていますぞ。原文、君聞かずや、上語の啓示は例題に比し、戦時の領玉は恨んやと称すと。現代語訳、あなたはお聞きになったことがありませんか。釈尊の元取りを飾る真珠は例題に秘蔵し、孔子の両玉は恨んやと言われているのを。ちょっとここの注釈を読みましょうか。この何でしょう、出てくる単語がですね、わかんないですよね、ちょっとね。はい、サルちゃん、2章なんですね、これは。加藤先生の御本では、これも予習というか、読んだね。予習されてるんだ。うわ、うわ、オイラーの読み方は適当ですので、お許しください。実感上読んでる時の読み方なので、今風の中学校とかでやる漢文の読み方とはちょっと違ってると思います。さて、ここの、長語の啓示ですね。ここの注釈を読みますね。長語、調は整えるで、行は業者とかの行ですね。語という字ですが、これは超五上部の略であると。
仏の十号の一つ、主情を討御することから各言う。慶主は元取り、元取りってちょんまげみたいなやつですね。元取りに飾る真珠、仏教の真理を指す。霊大、霊は霊魂とかの霊で、大は台所の台ですね。霊大、なんか北斗の技というか、壺って言わない、経絡飛行の中に神霊台っていうのがあったなと思うんですけど、関係ない。霊台は心を指す。また陰陽天文を観察する台を霊台という。この句、真理を心中に秘めることを真珠を霊台に秘すると表現し、後の句と対にしたもので、後の句っていうのが千字の両玉なんですけど、これですね。千字、千は宣言の宣伝、字は天ですが、これは孔子のことですね。前漢の平定の時に、法政千字公という名前をもらった、送り名を賜った。なので千字、この句は論語の史観編に、ここに美玉あり、筆に収めてこれを造船か、前科を求めて、これを恨んか、し曰く、これを恨んや、これを恨んや。我は、これなんて言うんだっけ、かを待つ者なり、とあるのを踏まえる。美玉は孔子の才徳に比し、認めてくれるものがあれば史観をするという意味。要するに、これ両方ともですね、叱るべき人に、叱るべき人に対すると、それが対象であるというわけですね。サルちゃん、予習というのが、いや適当に電車で読んだ程度です。あ、そうなんですね。2章まで出す。いやでも、ね、そんなわざわざお買い求めになってくださったのはありがたいことでございます。さて、まあそういうふうにですね、ここは問答になってるわけですね。続き、原文、説教瑠璃ならば心あぐるに近し、ごめんなさい、一行抜けた。法縁の忍棒は目するにしかず、説教瑠璃ならば心あぐるに近し。現代語訳、四角になったり丸くなったりする人間の在り方に対しては黙している方が良いし、説く人と聞く人が瑠璃のように互いに照り映えるならば心も高揚するであろう。原文、個人は道を学んで理を図らず、近人な書を読むもただ名と財のためなり。ちょっと喉がおかしい、やばい。私は美しい声ではないんですけれども、ますます聞き苦しいので、ちょっとお茶飲ませていただきますね。全くその学問をする態度ではないんですけれども、よいしょ。はい、なんだろう、サルちゃん、いたずらに玉を抱く、そう、それです、それです、ありがとうございます。少量集なんかもね、オンラインで全部出てるといいんですけどね。ここのじゃあ訳からいきますね。昔の人は道を学ぼうとして利益を図らなかったが、今の人は書物を読むのもひたすら名誉と利財、財を設けるためである。原文、輪王の妙訳も癒しめば毒となり、法廷の醍醐もそ知れば災いをなす。現代語訳、天輪上王の妙訳も粗末に扱えば毒となる。これはですね、注釈を読みますね。ミニ30、天輪女王というのはミニ32層を備え、32の大きな特徴ですね、それを備えて、
展開する輪法で、チャクラですね、チャクラ武器なんですけれども、これで世界を統一して、正法、正しい法をもって世を治めるという王様。まあ、それに対してブッダは教えでまあ世界を治めるんですね。で、まあ、この天輪女王は、天輪女王の、まあ、その、なんでしょう、規格じゃないけど、カテゴリーには、金輪王、銀輪王、銅輪王、鉄輪王と、こう4種類王様がいて、まあ、それを釈尊に例えているわけですね。で、この句は大日教書に天輪女王の妙訳も悪鬼に悪い器に入れると毒と化すとあるのを踏まえると。それでですね、私の記憶の中の話なんですけども、天輪女王の持っている宝珠があるんですよ。宝珠、マニ宝珠があって、その宝珠はいろいろな働きがあるんだけれども、特に水にね、こう結構効力があってですね、その例えば、生水ってやっぱり飲むとね、当たるわけでしょう。でも、その玉を入れておくと水が浄化されてですね、綺麗で美味しくてお腹を壊さないらしいんですよね。まあ、そういうふうな玉なのことを言ってるんじゃないでしょうかね。ところが、そういう玉であってもですね、卑しめば毒となってしまうと。粗末に扱えば毒となってしまうと。続きですね。あ、サルちゃん、本屋行ってみて、思い出して探してみたら味方。あ、そうなんだよね。今、その角川のソフィア文庫は結構ちょっとした本屋さんなら置いてるんだよね。全くありがたいことですね。他にもいろいろな古典のシリーズを出していらっしゃるので、皆さんもおすすめでございます。なんか、そういうふうにわざわざ探してくださると嬉しいですね。先ほどの軽くだったんですね。電車で軽く読んだ程度。カルラは違うでしょう。はい。続き。それから、まあ、天輪女王の妙訳も粗末に扱えば毒となるし、大日如来の教えも非難して守らなければ災いとなるのだ。この法帝、法の皇帝というわけですが、この真理の帝王である。というのが、つまり大日如来のことなんですね。で、大悟というのは、醍醐味なんていうふうに言いますけれども、美味、最も美味しい味のことですね。牛乳を、精製していくと、どんどん美味しいものになっていくんですね。手間暇かけていくと、どんどん美味しくなっていって、乳がですね、醪糟、まあ、バターになって、熟糟、熟、えーと熟したバターになって、発酵バターみたいなやつですかね。それからですね、あ、え、つよさん、こんばんは。クラックありがとうございます。醪糟、熟糟になって、何やるんでしたっけ。なんかやばいな。楽になって、あれ、なんか順番忘れちゃいましたけど、そういうふうに5段階を経てですね、第5になるんですね。それでですね、それもうまく、その美味であるはずの最高の教えもですね、非難して守らなければ災いとなってしまう。原文、花月の涼風、滔天の炎風、一種の木なるも真木同じからず。現代語訳、夏の日にそよぐ涼風、冬の日に吹き渡る川風、同じ一つの木ではあるが、人が喜んだり腹を立てたりするのは同じではない。原文、蘭光備前、味変ずるなきも、病苦気絶寒苦異なる。現代語訳、かぐわしい魚、美味な料理の味は変わることがなくても、病人の口と飢えた者の舌とでは、甘く甘い、苦いが異なってしまう。ああ、
これすごい例えがうまいですね。非常に身近な例で言えば、すごくおいしいものでも食べ飽きちゃったりすればおいしくなかったりとかするし、体調がいまいちだったらおいしくなかったりしますよね。全くそれと同じように、人間は受け取り方次第ってことなんでしょうね。原文、生死が微小は人愛しするも、魚鳥は、饒是してすべて喜ばず。現代語訳、生死っていうのはすごい美人ですね。生死の美しい笑みは人を死ぬほど焦がれさせるが、魚や鳥は仰天して気に入ることは全くない。昨日もですね、生死猛将の話が出てきましたね。続き、原文、同じ時と同じからざると、時あると時あらざると、小珍三奇木後君これを知るや、これを知りこれを知るを知因と名付く。知因、知因、卵形不可視。現代語訳、同じことと同じでないことと、時期を得た場合と得ぬ場合とによって浮いたり沈んだり、褒めたりけなしたり、黙っていたり語ったりするものだ。あなたはそれを理解しているのだろうか。それを理解し、それを理解してくれる人こそ、知因、音を知るですね。知因、音を知ると称されるのだ。この音を知るですが、注釈。博雅のもも、引く琴の心を、正識が理解した話から、自分を誠に理解してくれる人物を、知因、音を知ると言うと。荀子などの多くの書物に記される。まあ荀子もね、そのうち読みたいと思います。手元にございますのでね。そうなんですよね。まあ、万人に愛される音っていうのももちろんあるんでしょうけれども、やっぱり特定の人にね、この人に分かるっていうのもあるんでしょうね。続き、知因よ、知因よ、かぐわしい交わりは深いものだな。この蘭系、蘭というのは植物の蘭ですね。それと契はちぎる、契約の契ですけれども、要するにちょっとここの注釈を読みます。易経のですね、刑事上典に、同心の語、その宗蘭の如しをおそらく意識していると、こういうわけですね。いや、でも、これ面白いですね。一番初めがですね、あんたそんな山の中に引きこもってんじゃないよと、こういうふうにね、みんな笑ってますよと、こんなことを言われた時にですね、こんな100倍ぐらいになって帰ってきて、しかもそれが罵詈雑言じゃなくて美しい言葉で帰ってきたらギャフンですよね。何も言い返せないと思います。さて、時間が押してまいりましたが、あと2編ですね、短い詩を読んでいって第1巻が終わります。ちょっと頑張って読みます。次は羅飛漢の言葉。羅飛漢ですが、ツタの皮で作った箱のことを言うそうですね。ここの詩までが先ほど、昨日読んだ吉峰の安代に送った詩のお手紙の中のですね、ものなんですね。続き、南方に一人立ちて幾千年、小白を隣となす銀冠の前。現代語訳、南の峰、これはまあ高野山のことですが、南の峰に一人そびえ立ってから何千年、松やヒノキと隣り合わせで銀河の前。原文、日をいただき来して物丘に日差し。
仏外に久しいでしょうね。ごめんなさい。干渉、今向こう、総称の変。現代語訳。太陽を上にいただき、ツタの衣を着て、長く俗世の外にあった。箱に収められた書簡として、今、将校の、これが吉峰の康代のことですね、の傍らによこす。もう一回読むね。南方に一人立ちて幾千年。松柏を隣となす銀冠の前。日をいただき来して仏外に久し。干渉今向こう宗匠の変。羅漢の言葉。それでは、この巻の最後になります。同僚坊にて、雲来を望む。同僚坊、同、こう、濁って読んでいますが、能量ですね。の収める量は涼しいですね。坊は部屋っていう意味ですね。能量坊。これはですね、京都の高尾山寺にあったそうです。では読みます。原文。雲を蒸して谷朝霧に。ん、ちょっと待ってよ。やばい、ネトラジが、音声が入ってなかった。ごめんなさい。それでは初めから読みます。同僚坊にて雲来を望む。雲を蒸して谷朝霧に、雷渡りて空地のごとし。現代語訳、雲が湧き上がり、谷も浅くなったよう、雷が通り過ぎて、空間も地面のよう。原文、さつさつとして風は棒に満ち、危機として雨は風を伴う。現代語訳、さっさっと吹く風は棒に満ちて、部屋に満ちてですね、ピチャピチャと降る雨は風を伴う。原文、天候を暗くして色なく、老月、待てどもは、至りがたし。現代語訳、日の光は暗くて輝きがなく、高殿を照らす月は待ち望んでも届きにくい。原文、魑魅こびて人を殺す。夜深くして祈ることあたわず。現代語訳、妖怪は人を迷わせ抜き、夜が更けて寝ることができない。サルちゃん、お茶ありがとうございます。甘茶ずる茶だっちゃ。ご当地の言葉でありがとうございます。もう一回読もうかな。同僚坊にて、雲来を望む。雲を蒸して谷朝霧に、雷渡りて、空、血のごとし。さつさつとして風は棒に満ち、危機として雨は風を伴う。天候を暗くして色なく、老月待てども至りがたし。魑魅こびて人を殺す。夜深くして祈ることあたわず。以上、同僚坊にて雲来を望む、終わります。さあ、時間が結構余りましたが、まあ、こんなところでちょうど一巻が終わりました。よかった。よいしょ。思ったより読めたんですけど、やっぱり一巻はですね、割とこう短くて読みやすいものだったんですけど、二巻がですね、今パッと目を通したらですね、結構長い文章、三文ですね、漢詩ではないので、これを読むのはちょっと苦労しそうですが、とにかくね、いっぺんだーっとね、あんまり味わうというところまでいきませんけどね、読んでみようかなと思います。じゃあまあこの辺にしましょうかね。サルちゃん、空海さんってこんなに司祭があるとは知らなんだ。あ、なんだ、そんじゃ、そっちかい。
おい、あーなんだ、あ、なんだっていうあれですかね。じゃあこの辺にしておきましょうか。今23時30分。じゃあここで一回閉めてですね、それからまあガチリンカンかなんかをしたいなと思います。とりあえず一回締めの言葉入ります。エコーします。やてがてあらがてあらそぎゃてぼにさかぎゃてがてあらがてあらそぎゃてぼにさかぎゃてがてあらがてあらそぎゃてぼにさかはんにゃしんぎょうナムダイシェンジョウコンゴーナムダイシェンジョウコンゴーナムダイシェンジョウコンゴーナムダイミョウジンナムダイミョウジンナムダイミョウジンガンニシクトクギウイサイガトウヨシジョウカイグジョウブツドウ。はい、じゃあね、お休みになる方はここまでですね。あと、この後ですね。よいしょ。少し、まあ、瞑想をしてみたいなという方は、また後ほど。おやすみなさい。良い夢を。オンバザラシャンティウン。また明日。ありがとうございました。